はい、本日はですね、ノーセンスで買っていけないマウンテンパーカーをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということなんですが、ですね、今回紹介する中でもですね、もう俺買って持ってるよっていう方もね、いらっしゃるかなと思います。あくまで僕の個人的な考えで、このマウンテンパーカーはちょっとどうなんですかということもあったりしますし、まあそうやってね、批判だけ言うのは簡単です。だから批判だけではなくてですね、そのノースフェイス内の中でも、じゃあ代替商品としてはこれいいんちゃいますかっていう話もね、させていただこうと思いますので、これから春先に向けてマウンテンパーカーいろいろ迷ってるよっていう方はね、見ていただければなと思います。本日の流れとしてはですね、僕が持っているマウンテンパーカーの中で4点ご紹介します。だから持ってんやつをペチャクチャ喋るつもりはございません。持ってるやつの中で4点、これはちょっとやめといた方がいいんちゃいますかと。でその代わり、これをやめる代わりにはこっちがいいと思いますよみたいな話をしていこうと思います。じゃあまずですね、そもそもなんでこの4点は全て共通してるんですけど、やめた方がいいのかというところをね、お話ししていくんですけども、全て残念なことにこちらのように劣化します。ボロボロに劣化する。でこれに関してはですね、いや取り扱い方が悪かってんよと、多分これクローゼットの中とかに畳んでたんちゃうとかじゃなくてですね、普通に空気に触れた段階でこんなようにボロボロと劣化してまいります。なので物というのはですね、残念な儚いような状態なんですけども、どんどん悪くなっていたり、どんどんなくなっていって壊れたりするもんでございます。あの新車で届いたピカピカのね車もね、あの時を経つにつれ砂ぼこりや泥や雨やでどんどん汚れていってボロボロになっていくのと同じ。自分の可愛い子供だってね、あんな赤ちゃんでね、綺麗な赤ちゃんで可愛らしかったんやけども、そのうちヒゲ生えてね、なんか声変わりしてね、金髪にしてね、関西弁喋ってね、バッシやないかいって、こういう風にもなっていくわけじゃないですか。だからどんどん変わっていくよねっていうことなんですけども、このジャケットも同様に変わっていく期間が非常に早いということで、2-3年もしくは5年ぐらいするとですね、劣化が始まっていくというよりかはですね、もうそもそも買った時点から劣化してるというジャケットになっておりますので、まあそれがなんで劣化するのというのはですね、そのこちらの動画を見ていただければわかるかなと思いますので、ここでは詳しくは喋りませんけども、とにかく劣化するんだというところで、この4点をご紹介していこうと思います。最初も言いましたが、僕の持ってるアイテムだけですよ。持ってないアイテムでももちろんあるんですけども、まあそういうのはね、持ってへんものを喋るのはどうやということなんで、持ってるものだけで喋っていきますので、まず一つ目というのがこちらのスクープジャケットでございます。このスクープジャケットですわねってちょっとおかしいんですけども、春先にはね、めちゃくちゃ使えそうな感じなんですよ。というのも、こういう中にはね、こうメッシュとかがあったりだとか、あと外はね、ちゃんと防水の仕様になってたりして、扱いやすいし、さらにこうベンチレーションなんかもついててね、こう脇のところのね、ジップを開けてあげると、熱気がね、逃げるような仕組みができてて、めっちゃいいじゃないか。でもこれも残念ながら劣化するんですよねということで、劣化してからね、どうのこうの言うてももう遅いです。まあ洋服はですね、こう持てば持つほどかっこよくなるものもあるんですけども、これに関しては逆、どっちかって言ったらこの新品の状態が一番マックスで、どんどん劣化していく。他にはね、こういったデニムとかって、こう使えば使うだけこう味が出てきてかっこいいとかね、あとまあレザーなんかもそうやと思うんですけども、これに関しては残念ながら劣化していく。じゃあこれの代替商品なんですかと、これはね確か3万円後半ぐらいでね購入できたと思うんですけど、これの代替商品何っていうと、もうまさにこれなんですね。ノースフェイスマウンテンジャケット、もうこれが代替商品になっております。仕様は全く一緒、防水で、しかもこの脇のところにもちゃんとベンチレーションがついてるんやけども、まあ、これが劣化しないというかね、まあそのボロボロに劣化していくのがほぼないし、プラス修理ができるんですよ。ただこっちの方のジャケットは、今回紹介する買ってはいけない4選はね、修理ができないんですよ。だからボロボロになったらおしまい、もう泣いてもわめいても何してもおしまいっていうことなんですけども、まあ、こっちに関してはね、例えばシームテープ、中のテープが剥がれたとかやったら、それは修理もできるし、防水性もずっと保てるんですけど、こっちの方に関してはもうボロボロになったらもう何にも施しようがないんですよ。だからもうガンでいうと、このこれステージ4になるんですね、どう考えても。ただこの代替商品はね、まあゴアテックスなんですけども、このゴアテックスの方に関してはしっかり治療ができますよと、最新の新薬が出ましたので、こっちに関しては完治できますよ。ただこっちの方はね、もう完治できないんですわと、もう余命がついてますので、残念な話なんですけども、まあお別れの時期が来ますと。じゃあそれの代わりはこれ、こちらのジャケット、5万5000円でございます。値段が15000円も高くなるんやけども、15000円高くなって長く持てるのか、15000円ケチってすぐに劣化するのか、ボロボロのどうしようもないジャケットを持つのか、それどっちがいいんですかというところでね、ここはあくまで価値観でございます。それでもいいっていう方もいらっしゃるから、まあ、僕のチャンネル的に言うと、まあそれはもったいないんちゃうかなっていうか、まあ、僕の価値観的に言うとね、あ、もったいないんかなと思うんでね、まあ買ってはいけないというところで、まず一つ目紹介させていただきました。では二つ目っていうのがですね、これドットショットジャケット。もうこれが多分ね、一番皆さん買い張る方多いと思います。なんでって、手軽な値段の設定してるんですよ。確かに2万円切るかなぐらいで、1万円台でね、おそらく購入できた防水ジャケット、雨にも全然濡れませんよとか言ってね、ほんの1万円台でノースフェイス買えんの、このしっかりロゴもついてるし、この肩のとこにもロゴついてるし、よっしゃ俺大学の友達に明日これ生きって見してみようなんて思ったりするんですけども、ちょっと待ってくださいと、これ大学卒業する時にはもうボロボロなってますよ、もう切れませんよなんていう話なんで、このドットショットジャケットはね、学生さんだけじゃなくてもね、親御さんでもね、子供にちょっと防水やから、カッパ代わりもなるし、おしゃれや
ノースフェイス言って着させたろ言って着させたらね、なんかママはここボロボロなってきてんねんけどって言って、あらまあ不良品捕まされたやないか言ってね、ノースフェイス持っててね、これあんたんとこどんなになってんのよと、息子これ不良品やってこうボロボロ金なんてついてんで、あお客さん申し訳ございません、そちらはですねもう劣化する商品になっておりますし、これタグにちゃんと書いてますでしょと、もう劣化するもんなんですよって、そんなもん聞いてませんでしたわっていうのがないように、この卓造のうさんくさい動画を見てるわけなんですね。だからね、このジャケットはよく皆さん買い張ります、やけども劣化します。まあ特にねこれからの時期ですよね、結構薄手のジャケットになってるんで、ちょっと梅雨時期とかにね着用しようかなとか、まあこんな感じでフリース中に着てね着ちゃえば、ちょっと肌寒くなっても全然着れちゃうんで、あいいじゃないですかとかって思ったりするんやけども、まあこれも残念ながら劣化すると。でその時にね、あの店舗さんとかに文句は言わないでください。それはもう知識のなさということでね、この世界は弱肉強食でございます。知らないものが悪いということで、ドラゴン桜でも言ってましたね、バカは損して負けるということでね、僕の視聴者の方はバカはいてないと思うんですけども、そういう方も中にはいらっしゃるので気をつけてくださいということなんですけど、じゃあこれの代替商品どういうところ行きましょうかっていうとですね、まあこの2つかなと思います。同じくこれも両方とも劣化しないですけども、まあクラウドジャケットということで、これね比較的値段安いんですよ。よくセールになるからほぼほぼ値段変わらないんでね、ドットショット買うぐらいだったらこのクラウド買った方がね劣化もしないですし長く着れると。でもう一個スペック上げるんやったら、まあこのクライムライトジャケットまでね行っちゃってもいいかなとは思うんですけども、一回ちょっと着てみましょうか。クラウドジャケットの方がこんな感じですね。別に悪くないでしょ、全然普通っていうかそんな悪い感じはないと思うんですけども、ちゃんと生地感も同じような形でね、そんなに分厚くもないしそんなに薄くもないようなね形ですね。だからカッパとかでもねちょうどいいようなねあの生地感ですわ。これ以上厚くなったらね分厚くてねちょっと蒸れてくるわってなるし、いくらゴアテックス打ったってねちょっともうベチャベチャなってますわってなるんですけども、これぐらいがねまあまあちょうどいいかなと思います。そして次がですねこちらベンチャージャケット、これも比較的手出す人多いんですよ。手出すって言ったら悪い、買ってる人もいてはるからね、それは全然悪いことじゃないんやけども、比較的買いやすいっていうかな、買いやすい値段帯になってるんで、防水やしね、あの薄手のジャケットで、これハンガー越しに見たらねちょっと透けてるぐらいなんですよ。めっちゃ薄いのにちゃんと水弾いてくれるんやったら夏場とかめっちゃ使えそうじゃないですかなんて言ってね、あじゃあ買っちゃおうかなポチッとはなるんやけども、これも残念ながら劣化します。その時に泣いてもわめいてもいろんな人にはすがりついてもダメですね。だから今ね紹介してきた順番でどんどん生地感が薄くなってくる。今春先に着るんやったらこのスクープジャケットがちょうどいいかな、もうちょっと暖かくなってきたらこのドットショットジャケットがいいかな、もうちょっと暖かくなってもう夏前梅雨時期やったらねこのベンチャージャケットがいいかなっていう順番で欲しくはなるんやけども、ちょっと待ってくださいっていうこの動画で言ってるんですね。これ見てわかります、こう透けてるでしょ、あのさっきの黄色いフリースが透けてるぐらい、まあ、生地は薄めなので使い勝手いいんですよね。くるくるってちっちゃくなるし、カバンの中にピューって掘り込めるし、すぐ寒くなったらプッて 上羽織れるし、折りたたみ傘の副板みたいな感じでね、あのずっとカバンの中に掘り込んどけるし雨にも濡れないということなんですけども、これが残念ながらこれも劣化します。でこれは別に僕がずっと言ってるわけでもございません、ノース先生もちゃんとタグに書いてます、これはもう劣化しますというふうに書いてますので、勝手に僕がねノースフェイスのイメージをちょっと下げたろうかなということでね、悪く言ってるつもりではございません。しっかりそれ代わりの代替商品もねご紹介しておりますので、悪く言いたくはないんやけども、どうしても劣化するっていうのを知った上で買うのとね、全然知らんかったっていうのはもう全くの別物でございます。さっきのドラゴン桜状態ね、だからこのベンチャージャケットもね劣化するんですけども、代替商品としてはねこれ防水じゃないからいまいちかなと思ったんですけど、このスワローテールなんか比較的生地が薄めやねんけども、まあ梅雨とか夏場には着れるんかなということで、これに関してはね防水ではないんで、撥水というとね若干水弾く程度かなぐらいのイメージなんで、そんなにこう完璧に水弾くわけじゃないんやけども、多少でもね水弾いてくれたらそれでいいよっていう方はね、このスワローテールなんかも劣化しないんでどうかなと思います。ちょっと名前覚えられへんって方はね、下の動画説明欄にねリンク貼ってますので、これの代替はこれ、これの代替はこれって書いてますんで、それ見ていただければね、あの名前覚える必要はないんですけども、こんな感じですね。で最後がねこれちょっと微妙、あのはっきり言ってまだ分かってないんやけども、ドリズルジャケットっていうこのジャケットで、このジャケットに関してはねちょっと新しい素材で作ってるんですよ。やから今まで言った感じで劣化するかどうかは分からんねんけども、劣化する恐れはあるというジャケットになってます。でねやっぱりね新しいものってね僕結構腰痛やなと思っててね、例えば iPhone とかもそうやし、パソコン Mac とかもそうやねんけどもね、新しいバージョンになった時って大体不具合起こりません、ね、あの車もそうやけど、プリウスとかもね新しいプリウスになった瞬間にね大体リコール入ったりするでしょ。ほんならねせっかくもう休みない中でね、ようやく休み平日見つけてね、わしパチンコでも行こうかなとかね、寝台の北斗打ちたいなとかと思ってる時にね、リコールで持ってかなあかんのかと、それで一日潰れるやないかいと思いながら持っていくじゃないですか。それと一緒でね、やっぱり新しいのってねどっかちょっと弱点があったりとかするっていうところで、何個か出てくると
もうバージョンアップされたやつだから、プリウスも初期型よりも後期とかになった方が良くなってくるし、アップルのねパソコン Mac もね M1 チップ搭載の時はねあーって感じだったけど、 M1 から M1 Max とかねプロとかになってきたらねどんどん良くなってくるのと同じで、やっぱり一番最初ってねどっかの不具合が出てくるってことあるじゃないですか。それも一緒で、これねあのフューチャーライトっていうやつで新しいモデルで出たんですよ。やけどやっぱりちょっとジップのとこがね壊れやすかったりだとか、あとそれ以外にもねこう劣化がどうなっていくか分からへんっていうこともあるんで、まあ、個人的にはね様子ちょっと見てもいいんかな。こういうフューチャーライトっていうモデルがね欲しいっていう方もね、まあ、ちょっと何型か待った方がバージョンアップされた状態で出てくるんで、よりこのミスのないね状態あの改善された状態で出てくるんかなとは思います。でこれの代替としてもねやっぱりクライムライトですかね。これはもうあったらほんま困らんのよ。もうとにかく一家に一台クライムと覚えておいてください。それぐらい万能なアイテム、まあ、キャンプする方だったら分かると思うんですけど、堀西のスパイスかクロセのスパイス持っときゃなんとかなるんよっていうのはね、キャンプやってはる方からしたらそうそうそうそれやねんと、肉にでも野菜にでも堀西のスパイスかクロセのスパイスかけといたらなんとでもなるんよっていうのと一緒で、それ持ってたらなんとかなるんよと一緒で、これもクライムライト持ってたらなんとかなるんよっていうことで、とりあえずあったかい時に着るか分からへん、寒い時に着るか分からへん、とにかくでも防水ジャケット欲しい、もうそうやったらクライムでいいんよと。で寒い時に着たいってもう決まってんねやったら、こういうゴツめのね、これ別名ラオジャケットといって、あの北斗の拳のねラオのごとく最強やっていうことでラオジャケットって僕が勝手に命名してるんですけども、寒い時に着るんやったらもうこれ一択でいいやろうし、いや寒い時が暑いとかちょっと分からへんねんなって迷ったらクライムでいいやろうし、いや暑い時に着んねんと、こんなもう分厚にいらんねんっていうことやったらね、まあスワローテールでね、これはまあ雨用じゃないんやけども、まあこういう薄手のタイプの方がいいやろうし、まあそういったね用途で選んでいただければいいかなと思います。まあ車もそうですよね、キャンプせえへんのにランクルの SUV いりますかと、子供の保育園の送り迎えしてるだけやねんけどもランクル乗ってるって、まあ別にいいねんけどもそれ必要ですかっていうことになってくるじゃないですか。もう子供の送り迎えはね軽トラで十分なんよと。夏休みの思い出で皆さんありましたね、軽トラの後ろ、田舎のおじいちゃん家行ったりされて軽トラの後ろに子供だけ乗らしてですね、敷地を回るっていうことがありましたよね。その夏休みの思い出と一緒、もうその時その時の適応してるやつがあるからね、まあご自身がどれ欲しいかなんですけど、しっかりそれぞれの代替商品もご紹介させていただいたので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、ノースフェイスのマウンテンパーカー買ってはいけないアイテム4選をご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。